マーベリック軍はアメリカ合衆国テキサス州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は54,258人であり、2000年の47,297人から14.7%増加した。軍庁所在地はイーグルパス市であり、同軍で人口最大の都市でもある。マーベリック軍は1856年に設立され、 軍名は、牧場主で、衆議会議員を務めた、サミュエル・マーベリックにちなんで名付けられた。マーベリック軍はその全体でショートを構成している。イーグルパスの兵士、1891年撮影。マーベリック軍となった地域には、前世時代に狩猟採集型の人類が居住しており、地域内の様々な場所で、その工作物が見つかっている。その後は、立派アパッチ族、 小2族、コアウィルテク族などのインディアン部族が入ってきた。南北戦争の1861年3月20日に、ダンカントリデが放棄され、インディアンが地域を支配するようになった。アメリカ人やメキシコ系アメリカ人が多くの生命や資産を失うことになった。ダンカントリデは1868年に再度、中東部隊が入った。1871年初期、 国境近くに住んでいた多くのブラックセミノール、インディアンが石膏体として組織化され、弾丸取り出に入った。この地域で最後のインディアンによる襲撃は1877年のことだった。この時、リパン・アパッチ族によって3人の商人が殺され、遺体を切断された。事件が起きたのは、イーグルパスの8マイル北東であり、デッドマンズヒルと呼ばれるようになった。エル・カミノである。 後のオールド・サン・アントニオ道路は、東テキサスでリオ・グランデ川を渡り、この地域南部を横切っていた。この道は、当初1690年にアロンソ・デ・リオンが開いた、ものであり、初期スペイン人探検家や開拓者が使用したことでは、テキサス州の他の場所よりも頻度が高かったとされている。1989年、テキサス州議会はこの道の開設300周年を記念して、 オールドサンアントニオ道路保存委員会を承認した。1665年サルティーヨの市長フェルナンドでアスキュエがインディアンを追ってこの地域に入った。1675年、フェルナンドデルボスクがヌエストラスラデグロダルーペの町からリオグランデ川を遡る遠征隊を率いてクエマド近くの地域を通過し、遠征隊に同行していたフランシスコ海生職者がテキサスで 初めてのミサを行ったとされている。1688年、アロンソ・デ・レオンがエル・カミノ・レアルをたどり、セントルイストリデに向かう途中でこの地域を通った。1691年、スペイン領テキサスの初代知事ドミンゴ・テランで、ロスリオスが遠征隊を率いてこの地域を通過した。1718年、スペイン領テキサス知事マルティン・デア・ラルソンが地域を通過し、 サンアントニオの街を作ることになった。1720年、メキシコのコアウイラ州とテキサス州の知事で、サンミゲルデ・アグヤ予行釈が、ヤギや2800頭の馬、6400頭の羊を連れた遠征隊を模様し、テキサスにおけるスペイン人の牧畜業の始まりとなった。1727年、ペドロ・デ・リベライ・ビラロンが、 ヌエバエスパーニャのフロンティア防衛を調査する遠征の一部として、この地域を通過した。1765年、アントニオ・オリバスが地域では、最初の牧場主になった。1849年3月27日、シドニー・バーバンク大位が、それまで、キャンプ・イーグル・パスと呼ばれていた地に、ダンカントリデを設立した。アジャントス峠の浅瀬から北に2マイルの地だった。 1850年頃、ウィリアム・レスリー・カズノー将軍がこの地域で牧畜業を始めた。これは、アラモの犠牲者を軍装の礼で葬った、数年前とされている。カズノーは、アイルランド生まれで、サンアントニオの銀行家活開拓者のジョン・トゥヒグと共同経営を行い、1850年にイーグルパスの区画割りを決めた。同年、メキシコ軍の守備隊員が、 国境向こうに、ピエドラス・ネグラスの町を設立した。貨物搬送業者のフリードリヒビルヘルム・カール・グロースが、ダンカン取り出の軍隊と、物資供給の契約を結んだ。グロースの働きで、メキシコが川,川沿いの集落や伝道所、サンフアンバウティスタ、サンホセ、サントドミンゴ、サン・ニコラス、ラナバハ、サン・イシドロから、イーグル・パスに移住してくるものがあった。 移民のレフュージを取りたアルデレテでサンミュゲルが、貨物搬送業で上がった利益を使い、1853年には、エルククリーク沿いに大規模な牛、羊、馬の牧場を設立した。この牧畜には、カリフォルニアゴールドラッシュに向かっていて、途中で立ち往生した者や、弾丸砦を退役した兵士が加わった。その中に退役不評のジェシー・サンプターがおり、 多くの変わった職業を経験した後に、新しく設立されたマーベリック軍の保安官になった。1854年、造園家フレデリック・ロー・オルムステッドがイーグル・パスを訪れ、多くの奴隷下流度や逃亡奴隷がピエド・ラス・ネグラスの町に住んでおり、また段ン取り出の兵士やならず者が利用する多くの酒場や賭博場があることを理解した。1855年、 テキサス州知事エリシャ・エム・ピースがメキシコを襲撃することを許可した。これは、リパン・アパッチ族の襲撃者や逃亡奴隷を追跡するために、ジェームズ・ウェイチ・キャラハンとウィリアム・アル・ヘンリーがメキシコに入ることを企てた結果であり、リオ・エスコンディド・カワゾイ・ラ・マラまでメキシコ軍と遭遇した後で、ピエド・ラス・ネグラスの街を略奪し、怪人に返させることになった。1856年、 マーベリック軍がキニー軍から分離して設立され、サミュエル・ A ・マーベリックにちなんで名付けられた。1871年9月4日になって、正式に組織化された。1860年の推計人口は726人だった。イーグルパスの住民投票で、反対83秒、賛成3秒で、アメリカ合衆国からの脱退を否決していた。南北戦争の間、 ダンカン取りでは南軍に占領された。イーグルパスはテキサスの軍事道路のために攻益拠点として選定された。1863年から1865年の間、コットン道路の終着点であり、メキシコに入る税関と南軍の港があった。ピエドラス・ネグラスの町に綿花圧縮機が置かれ、リオグランデ川を越えてくる大量の綿花を扱った。 南北戦争が終わってもジェセフ・オービル・シェルビー将軍の旅団は降伏せずに国境の向こうから戦いを続けようとした。1865年7月4日、シェルビーはリオグランデ川の中で停止し、掲げていた最後の南軍機を埋めた。古敵隊が水槽する中、シェルビーは帽子の羽飾りの周りを旗で包み、川岸の石で重さを加え、それを川に沈めた。 シェルビーの舞台は腐敗舞台と呼ばれ、1969年にジョン・ウェインとロック・ハドソンが出演した映画、大いなる男たちの主題になった。レコンストラクション時代のイーグルパス周辺では酒場、賭博場及び密貿易が流星を極めた。悪名高いキング・フィッシャーとその仲間が地域を支配した。1875年にはイーグルパスに電報船が開通した。 1880年、ガルベストン・ハリスバーグサンアントニオ鉄道の本線がサンアントニオから西に延伸され、ピエドラス・ネグラスの町の町でメキシコ鉄道と接続された。地域の農場では、灌漑が重要な問題だった。1885年、牧場主のパトリック・ W ・トムソンがイーグルパス灌漑会社を設立し、リオグランデ川から灌漑水を引くための大規模な 重力式灌漑水路を建設した。トムソンは1910年に死んだが、その努力は1932年4月に完成した、マーベリック軍灌漑運河体系に結実した。1911年3月3日、ベンジャミン・ディーフ・ロイス中尉とフィリップ・オーパー・マリーが、最初の軍事偵察飛行を行って、ラレドとイーグルパスの間の部隊を探索し、同時に地上での演習を行った。 1942年、陸軍飛行部隊が単発機の先進的飛行学校をイーグルパスの北12マイルの地に建設した。1950年代には、軍内で石油とガスの探索が始まり、1969年のフィッツパトリック・トウィップフ及び1970年のバーで大規模油田が開発された。マーベリック軍週刊所、1949年設立。 軍庁舎に隣接している軍内の石炭工業はイーグルパスのすぐ北オルモス石炭層に位置している。ドルチバーグのドルチおよびオルモスのオルモス石炭鉱石油会社によって開発された工業によって19世紀から20世紀への変わり目には州内でも最大の石炭生産地になった。1977年時点で軍内にある産業として エルインディオの2万5千頭の牛を扱える2つのヒーク状と1つのコットンジがあった。ヒーク状の1つはノーマンディに、もう1つはイーグルパスとエルインディオの間にあった。イーグルパスの南端にはほうれん草の加工場があった。1977年以降、イーグルパスとマーベリック群には多くの産業が入った。例えば、イーグルパス製造会社、ウィリアムソン。 リッキー製造会社であり、どちらも作業着を製造した。レーノルズ工業会社はホタル石を、テハスバーライトは重小石を生産した。その他アルタベルデ産業と、マーベリック牛肉加工会社、ビッグバーナマズ農場があった。1982年、軍内の土地の88%は農地と牧場とみなされたが、農地の2%のみが工作に使われ、その大半は、 考えが施されていた。主要作物としては星草、オート麦、小麦があった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1292平方マイルで、あり、このうち陸地1280平方マイル、水域は12平方マイルで、水域率は0.90%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 2000年時点で軍民の91%がスペイン語を話しており、その比率はアメリカ合衆国の中でも最大である。イーグルパス、軍内唯一の法人化都市軍庁所在地、マーベリック軍は伝統的に民主党支持の軍であり、1972年の大統領選挙でジョージ・マクガバンを支持した州内唯一の軍となった。 共和党の大統領候補としては1928年のハーバート・フーバーが軍を制したのが最後になっている。最近の大統領選挙では2004年で民主党のジョン・ケリー上院議員に5948票を投じ、当時共和党のジョージ・ W ・ブッシュは4025票に止まった。2008年ではバラク・オーバマに過半数の8554票を投じた。 マーベリック軍はテキサス州上院議員の選挙で第19区に属し、下院議員の選挙では第80区に属しており、2012年時点でいずれも民主党員を選んでいる。アメリカ合衆国下院議員ではテキサス州第23区に属しており、この選挙区は投票動向指数が共和党のプラス4なので、2012年時点では共和党員を選んでいる。 マーベリック軍の全体は、イーグルパス独立教育学区が管轄している。ありがとうございます。